ゴールキーパーは田代、ディフェンスライン右から大西、江崎、岩下、そしてワンアンカーが上村、右サイドが大本、左が豊田、トップ下に藤井が怪我から戻ってきています。前線は右から新加入の遠山、そして真ん中石川、左小長屋、以上の並びを予想しています。ゴールキーパーは丹野、そしてディフェンスライン右に新加入の坂が加入後初スタメンです。真ん中平松、左ラファエル、ダブルボランチは青島、そして神戸が停止明けで戻ってきています。右のワイドが福島、左が川名、ツーシャドウは大島と奥田のコンビ、そしてワントップ宮崎という並びを予想しました。ショートコーナー、もう一度小長屋、藤井が追い越す、入れ替わって左足狙ってきました、枠の右です。この試合ファーストシュートは熊本の小長屋でした。カバナはロングボールも投げられますが、少し長めのスローイン、跳ね返りのボール、石川の足元、シュート打っていきました。そして栃木のラファエルが座り込んでいます。おそらく先ほどこう背後へ出たボールに対してのところで痛めたんじゃないかなと、はい、ラファエル負傷交代、スクランブルになりますが大森翔が起用されます。まあ、1人減ったとはいえ栃木の方が有利なのは変わらないですね。そうですね。ファーサイド大森翔だ、変わったばかりの大森翔、いきなり仕事をやってのけました。セットプレークロスボールにドンピシャリ、左足を伸ばしていきました。前半の12分、変わったばかりの大森翔の得点、栃木 SC 先制です。本職に戻ったということが言えるかもしれません。技術高いですね、はい、得点力もありますからね。ここもインターセプト、左足振っていく、青島太一、インターセプトからシュートまで行きました。このボールは熊本キープ、コラガが入ってくる、自分でまだ行く、右足振り抜きます。中央へ放り込む、ゴール前、シュートだ、こぼれている、ターンをかき出します。スーパーセーブ、ターンの健太、絶体絶命のピンチを救いました。奪い返しに来る人が、ね、多いの で、 そうです、ね、このあたりをこ う、 うまく選択して前進したいところですね、栃木の方は。まあ、即時奪回というものが熊本の狙いであり特徴の一つ。遠山にボールが出る、ミドルは枠の上でした。巻いてくるボール、宮崎、栃木追加点、宮崎と前期に続いて熊本相手にゴールを挙げました。2対0リードを広げます。でも完璧でしたね、ドンピシャリのヘディング、背後宮崎、そうですね、前進していきたいですね。江崎が厳しく寄せます。セカンドは大島、から坂、そして南野、南野のシュート、これは田代がキャッチしています。今のはこう南野選手の、まあ、得意な形でしたよね、はい、熊本です。大崎読ん
っている。その大崎へ落とす。熊代狙う、奪う。クロスが上がって松岡だ。おお、ヘディング枠の左でした。大崎駿天を仰ぐ。ヒョン右へ、福島いい間通してヒョンリオ、ヒョンだ。橋のセービング。いやシュートも良かったですけど、田代選手の反応も良かったですね、はい。試合時間はほとんど残されていません。ここは熊本はシンプルに長いボール跳ね返す。大森、ここで試合終了のホイッスルが吹かれました。大森翔ガッツポーズ。栃木 SC 中断明け最初の試合、セットプレーからの2発、2対0、クリーンシートで勝利を収めました。